はいどうも、皆さん、こんばんは、箱丸ゆうすけです。前回の続きをやっていきたいんですが、コッパーコフィンの用心棒。コッパーコフィンは、キキルン入店お断りだ。お前、キキルンを連れたりはしてねえか。獣人民族廃棄令が出てるってのもあるが、正直あいつらくせえだろ。だから入店を断ってるのに食い下がる奴がいてな。数匹なら俺一人でも楽勝なんだが、最近は徒党を組んで乗り込んできやがる。手が空いてるなら、俺を追っ払うのを手伝ってくんねえから。いいですか？この匂い早速来たか。片付いたら一杯サービスな。切る。これ？この女は微妙な見た目してるやつがキギルンっていう。お客さんはボコボコ？ボコボコだね。いいじゃん、消臭剤あげればいいと思うんだけど。お客さんはボコボコタイプ。あと2、3匹かな。うわ、なんかデカめのやつ来た。ぐるるんぐるるんガブシャー。ほら来い。俺が敵士を集めてやるぜ。この人強くない？お客ボコボコ、お前ら言うこと一緒か。入店させるんじゃん。お前かわいいな。消えた、ちょっと消えちゃった。お前かわいいなって言われたら消えちったよ。よし、片付いたな。心置きなく飲んでけよ。いい人だわ。先もオーバルさん話を聞こうか。俺も休憩すっかなって。ふむ、あなたは冒険者だったんですね。でしたら新鮮なモールの肉を調達をお願いできます。モールの肉の調達をお手伝いできませんかと。うちの名物激うまモールローフは絶品なのですが、肝心の新鮮なモール肉が切れてしまったのです。しかしこの店の外には僕が作成したアンテイムドシュルーの捕獲用樽を使った罠がバッチリ2つ仕掛けてあります。さあ早速樽を使った罠を調べて、樽から出てきたアンテイムドシュルーを倒し、新鮮なモール肉を取ってきてください。露骨なお使い。なんかね、この辺の手持ちとかのいじり方は分かったんだけど、回復アイテムってどうやって使うんだろうっていう感じになってる。コッパーコフィンのロジャーは、冒険者に耳寄りな情報を話したいと。ナランパンプキンを届けてくれた冒険者に耳寄りな情報だ。どうやら最近ブラックブラッシュ中停留所では兵の手が足りてないらしい。つまり割のいい仕事があるかもしれないとさ。気になるなら鉄塔団のウォーリンに声をかけてみな。例えば装備変えてなかったな。装備の変え方も
まああれなんだけど、前回やってたなそういえばって思ったんですけど、何も装備できないよ。まあいいや、戦場の備え。あー、先こっちやっとくか。まあなんか正直なとこコッパーコフィーにもう戻ることはなさそうだけど、まあこっちやっときましょう。最悪今すぐで殺しちゃってもいいし、よし。未だに操作が慣れてないことがバレるぞ。OK。 あとはこれ、わざわざカルオから出たやつを殺さないといけないっていうのがめんどくさいところだな。すでに持ってたらそれでいいじゃんって感じではない。OK。 これで先じゃあ届けちゃおっか。もうないと思うけど、だいたいなんか2回で終わりそう。2回っていうか、まあその人と知り合うミッション1回の、その人からの直接的なミッション1回で、計2回くらいで終わりそうな気はする。新鮮なモールに、モールの肉は取れましたか。ほら取れたぞ。引き締まった肉質に新鮮な、読めない色彩、色縁、まあいいや、もうこれです。これ新鮮なモールの肉、ありがとうございます。アンテイムド種類は畑の水を食べて栄養豊富、僕の秘伝のタレとよく合ういい肉質なんですよ。さーて早速仕込みに入りますかね。あなたのおかげで調理がはかどりそうだ。ほらなかった。主食がミミズね。それを知ったら食べたくならいいんだけど。よいしょっと、レベル高っか、この辺の人たち。俺の仕事ないんじゃない。でこのウォーリンって人に話しかければいいだけなんだけど、一回あーそっか、ホームポイントをこっちにしとけばいいのか。開いて、ちょっと待って、携帯が落っこってきた。あの男だか女だかわからない人のあったわ。ミラさん、剣術ギルドのミラは冒険者に、ああ槍はいいかな別に。久しぶりだな赤丸、どうやら自己鍛錬を怠らなかったようだな。ではお待ちかねの次の試練だ、準備はいいかな。今巷では剣を持つ者を狙った殺傷事件が起きている。なぜ剣術師だけを狙って攻撃してくるのか、その動機や目的は一切なしだ。幸いまだギルドメンバーが襲われたケースはないが、将来我々が標的になることは想像に難くないかな。しかも相手は複数、その獲物は槍だそうだ。私の言いたいことはわかるな。お前にはこの犯人探しと討伐を頼みたい。つまりお前の試練は槍術師との戦いだ。相手は複数で、ストーンズスロー貧民窟周辺に出没するらしい。頭を使え、そして戦術を意識しろ。さあ行け墓丸、ギルドの威信にかけて剣にあだらす敵を倒し、我らが剣の最強たることを証明するのだ。別に相手槍使ってくるんだったら張り合う必要はないと思うんですけど。どこ？感覚でやればいいし、本当にわからないことは聞けばいい。ヘルプを見るっていうのが一番厄介だったりする。この手のゲームは。ストーンザーロー、貧民窟。貧民層。まあいいや、はい。
ごめんなさい、ごめんなさい、殺さないで。死にたいらしい。あ、これ勝てないのでは。鍛えた音がやれそうな気はするんだけど。あ、でも範囲攻撃多めだしな、そうだ、ね、お前ら相手に回復を使う必要はない。ここからポーションは使えるんだけどな。ただこういう方法じゃなくても簡単にショートカットに入れられると思うんですよ。はい、やよし、倒したよ。ああ、歩いてたらいきなり、お前アルディスか?なんて意味不明なことを言われて襲われたんだ。怖かったよ。消えた。ちょっとくらい歩けよ。ヤッホー、皆さん片付けてきたよ。襲撃犯の討伐ご苦労だったな。どうやら犯人グループは国威神だよ。多分凛だと。あー、凛、森、凛は林の方の呼び方だ。まあいいや。から流れたシェーダー族の傭兵団らしい。きっと故郷で食い詰め、目先の金欲しさにザナラーンに流れてきたんだろう。傭兵団も一歩間違えれば盗賊団と変わらんな。しかし妙だな。剣術ばかり狙った犯行というのが解せない。一体奴らは何が目的なんだ。俺が聞きてえわ。マスター、ビール。どうした。例のシェーダー族の槍術傭兵団がブラックブラッシュ近郊に出現したとの報告です。ち、複数いたのか。よし、ユースケ、乗りかけた船だ。お前にさらなる傭兵団の討伐を命じる。おい、ブルース、この戦いはユースケだけでは心もとない。先輩であるお前が共に行き、討伐の手助けをしろ。新米のおもりってやつですか。いいでしょう、可愛がってやりますよ。なんで今度フルネームで言うんだよ。いいか、ハグマル、今回は敵味方の双方が意味である集団祭になる。相手の敵手を引きつけることを忘れるな。え、味方をサンドバッグにして戦えって。いいよ、頼んだぜ新米。俺の背中を預けられるタルシュ剣術家、戦場でじっくり見極めてやるからな。上から目線なのおかしいよな。よし、任務開始だ。シェーダー族の、読めない。その剣で叩き折ってこいって。嘘なこと言うね。剣戦は槍を折る。砥石しかも。ブラッシュ、ブラッシュ。
回復してくれてたのか知らねえけど、まあ圧勝でしたね。よくやった。お前が敵を引きつけてくれたおかげで命拾いしたぜ。さあ早く帰ってお褒めの言葉をいただこうぜ。へへ。ブルース、お前さてはいいやつだな。また消えた。人のよく消えるゲームだよ本当に。みなさんただいまー、おかえりー。見事だユウスケ、お前の戦いぶり、ブルースの報告により帰京を読んでいるぞ。今回の戦いでお前は大きな実りを得た。そこでお前に一つ褒美をやろう。本意ではないのだが取り決めだ、仕方がない。ユウスケ箱丸、お前に他の技術で術を学ぶことを許可しよう。ウルタハ戦闘技術を学ぶなら格闘、呪術、生産技術を学ぶなら裁縫、彫金、錬金術、採掘技術を学ぶなら採掘、いろいろある。ユウスケ、お前の手放すのは惜しい。とにかく剣の道は一日にしてならず、精進を怠るな。クラスチェンジが解放されました。他のクラスのギルドを訪れ受付に話しかけると新たなクラスを習得するためのクエストが発行されます。エオルセニアは様々なクラスが存在します。まずは現在学んでいる呪術について熟知し、その上で他のクラスを学ぶとより理解が深まるでしょう。そういえばお前やブルースの報告によると、奴らは賞金目当てで剣術師を狙っていたんだな。賞金組の剣術師、誰なんだ。奴らはアルディスと言っていた。アルディスだと。おい、ユウスケ。今お前、アルディスと言ったのか。まさか帰ってきたのか。ウルダハエ。そんなこと言ってたよね、確かね。覚えてないけど。帽子はもらってもしょうがねえから。ブレーサーでももらっとくか。ローグロー。クラスチェンジ解放。ははーん。全然わかんない。何のことやらさっぱりだ。まあクラスチェンジ関係は後だな。さあそれではメインミッションやっていきましょう。ウォーリンさん、チスチス、何か仕事はないか。てめえ冒険者か、いいところに来やがったな。俺はアマジナ鉱山者配下の鉄刀団っていう自警組織の、ここでは主に列車の邪魔をする魔物を討伐してるぜ。ちょいと手が足りなくて、てめえにも仕事、つうか魔物退治を頼みたいんだが、その前によ、一つだけ確かめておきたいことがある。装備についてだ。いくらてめえに繰り出した一撃は重かろうぞよ、ペラペラの装備で身を固めちまったら死んじまう。俺が直接てめえの装備を確かめてやる。そんじゃバッキバキに装備を整えたら声がかけてくれるな。アイテムレベル5以上の防具を装備して話しかけましょう。はい、無理です。着きました。私の FF5 はここで終了になります。冗談きついぜ。頭装備ね、もう。そういうことは早く言えよ。したら俺頭装備買ってきたのに。帽子つけるの嫌なんだけどな。ほら
顔が変な色してる、ただの FF じゃない、ドラクエ8の主人公になっちゃう。終わったぞ、オーリー。で、装備は整ったのか。うん、問題ねえようだな。ま、それだけ装備でも身につけているなら安心だぜ。世の中に絶対はねえ。戦場では万が一ってことがある。ま、裏の立つ冒険者っつうのは、結構貴重だからな。つまんねえことで命を落としてほしくねえんだよ。いいか、どんな魔物が相手でも油断するんじゃねえぞ。それが分からず、命を落とす仲間が少なくねえんだよ。いらねえ。よし、オッケー。それではメインミッション準備は満タンだ。早速仕事を頼もうじゃねえか。ここは鉱石を積んだ列車が行き来してんだがな。ま、道中安全ってわけにはいかねえのさ。列車がヘルズブレード、あー、鉱窟かな、あ、洞窟、うん、まあいいや。なんかね、読めそうで読めない。を通過するときにシルバーコブランたちが荷台に飛び乗ってきて大切な鉱石を食っちまうんだ。そこでだ、トンネルに隠れたシルバーコブランを誘い出す。シルバーコブランゴブリの好みの大ぶりの金庫を用意したぜ。これをトンネル内の岩盤の裂け目に仕掛け、誘い出されたシルバーコブランを共に殲滅してきてくれ。はい。で、こっちも聞いとこうか。すぐそこに動画団のオスベルトっていうのがいるんだけどさ、あいつなんか怪我してるみたいなんだよ。鉄塔団と銅火団って上も違うし警備範囲も違うから別に特別仲がいいってわけでもないんだけどさ、あいつ友達もいなそうだし不憫だからね。でもあいつ私が話しかけても無視するのよ。感じ悪い。怪我は男の勲章なんだから恥ずかしがる必要ないのにね。あんたみたいな赤の他人だったら話せるかもしれないか。悪いんだけどハイポーションを買ってオスベルトに渡してあげてくれない。ハイポーションが効くってことは HP270 くらいあるんだ。どうなんだろう、俺の FF 初代のゲームの知識だからあれなんだけどさ、ハイポーション買えるとこないんですけど。やめだやめ。本州一緒だって。わかんないからパース。つか岩盤の裂け目の銀行ってさっき言ったとこじゃねえか。めんどくせえ。スプリント。でも頑張って走ってます感いいよな、見てて面白いわ。オラ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 、どこだ。さっきと全く同じとこ。てかこんなところに強いモンスターが出た。やべえ、無駄なことに時間使いすぎて動画時間がいつも通りの動画時間くらい撮れてるのに。すごい内容が薄い。前回みたいに音声が入ってるやつもいねえし。あのイケボ野郎また会うことになるんだろうな。先生なんか賢者とか言ってたもんな。俺の知ってる賢者はメテを使って死ぬやつくらいしか知らんのだから。ほほう、シルバーコブランを殲滅できたようじゃないか。これでしばらくは安心して列車を運行できそうだ。
鉱山と都市の物流をつなぐここの列車は天品鉱山社が運営する重要な存在だからな。一帯の経営を担ってると言っても過言じゃねえぜ。まあその重要な列車様を守るために俺らの人手が足りなくなっているわけだからな。これかな。はい、それではね、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。ちょっと普段30分前後で動画を撮っているので、まあ単発ってか、ため撮りしてはいるんだけど30分ごとで撮っているんでね、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。それでは今回はありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。